まあね困った人たちなんですよフェミニストのっていうのは <laughs> 自分のことをフェミニストで名乗るやつね、うん、こ定義が決まってるんですようちの中で俺の中でつかまあ八角部屋の定義、うん、フェミニストうちがフェミニストと呼んでるのは、うん、フェミニストって自分で名乗ってる人たちのことですうんその実、ね、本当のフェミニストはもっといい人ですとかそんないらんからね 自分でフェミニストって名乗ってるもんだやつは、6でもないからね、言っとくけどね。例外なく6でもないからね。うん。それだけは言っておく。えその中の、まあ、代表的フェミニスト、ちょっと、頭がキュッ。フェミニスト界でも、いろいろいるんですけど、中でも頭がキュッのレベルで言ったら、ナンバーワンレベルじゃないかと言われている、郡司雅子さんっていう人がいるんですよ。 おーおーその人の記事がフェミマツ速報に久しぶりに見たから取り上げようかなと思ってまたねなんかほざいてるんですよ、ま、頭が急な人なんで <laughs> 言ってることも急なんですよ <laughs> 急発言ですよ急発言急発言なんですけど何を言ってるかっつとね日本本のの男たちの性依存を本気で治療する政策が必要だまずは性勾配禁止 AV 禁止で性依存治療 G 禁止 科学的虚正性犯罪の確実な受理と起訴被害者への二次加害防禁止まず性依存してるのが男って決めつけてんのはどうなんて感じやけどまあそれは置いとくとしてさ、うん、俺ほんまにこういうこと言う、まあ、フェミニスト、まあこういうこと言いがちなんやけどさあのー、男まあまあ世界日本じゃなくて、まあ、世界の男たちの性依存を治療したんやろなこの人たちは、まあ、性欲を抑えろってことなんやろななくせ っっていう思って思んやろうな特に男の性欲を言ってるやん前からねこういうことをさあの、うん、人類滅亡なんですけどですよね <laughs> まずそこは分かってます男の特にまあ男も女もやけどな、うん、でもでも最低でも男の性欲をなくしたら人類滅亡やしもっと広げたらまあ生物のオス、まあ、メスもそうだけどまあまあ。まあ オスもメスもないわ。だから、生物の性欲っていうものを、なく、がなくなったら、滅亡なんですけど、その、その種が滅亡するんですけど、なんか復活の日とか見たらあなた。 あなた方映画、小松左京原作の名作、草刈正雄主演の映画、パンデミックがテーマの映画、復活の日を見たら、あれ見たらいかに種の保存っていうものに、いざとなったら種の保存が大事やってことは、よくわかると思うんやけどあんなあれ、あれにも奥とか言わへんのかな、フェミニスト。まあ、弟子は見てへんやろうけど。うん、要するになあの、ウイルスのせいで世界が滅亡を仕掛けんのよ。うん ほんで最終的に南極に基地があるやんか。はい。で南極の基地にいる観測隊員っていうのがいるやん。うん、でそ南極はめちゃめちゃ寒いからそのウイルスが届かへんだから。うん 助かってんその人らでまああと核とかいろいろそういう話もあるけどなそれで最終的に女の人隊員ってさまあ、うん、何十いろんな各国の隊員が来てるから何百人ぐらいでいいんだけどまあ女の人の数は少ないやんかで結局いろんな国の 全隊員を集めても、女性は8人しかいんねん。それでっていう話があんねんけどな、ま、その先はせえへんけどさ。だからもう、いかに種、種もうここまできたらもう誰が好きとかさ、恋愛とか言ってられへんから、種の保存を最優先しますって言ってやってたわけ。そういうことやんか、うんうんね。だから、あのー、の軍事さんおよび、そういう性欲ひ、男の性欲否定フェミニストさんたちに言いたいんだけど、 あの性欲がなかったら、終わんねんて。お前らさ、それで、片やさ、少子化問題がとかは言ってんちゃうんか。<laughs> まあ,あの、フェミニストの中でも、反出生主義っていう、そういう人らもいいけど、そういう過激派は置いといて、うん。少子化問題をなんとかしろって片っぽでは言うてんちゃうんか。え、少子化問題をなんとかしよう思ったら、それこそ、特に男の性欲がめちゃめちゃ関わってくんねんけど、そこは矛盾してへんのか、お前ら。おかしいねんけど、言ってること。 で性禁禁止、AV 禁止 AV これはな何か知らんけどなペミさんはさ、うん、例えばまあまあ性交売でまあ AV やな言ってみたら風俗とかも言ってんのかな性交売には風俗にも貼ってんのかもしれんけどさ AV とか見てで G 禁止って言ってるやんかあほんまお言葉ですけどでで「性犯罪すんな」言ってるやろ あちょっと考え分かるよね弟子も、まあ、答えは求めへんけど考えたら分かるよね、うん、AV とか見て G すっから性犯罪に走らへんっていう面あると思う、うん、な,な,なんかこの人の中で AV 見たら性犯罪に走るって思っちゃうのんねいやいやいやそういう衝動をあるのは認めますよ 俺は年齢もあって、その辺は、うん、ちょっと落ちてきたけど、そのかつての自分、特にもう高校生、男子高校生、中学生、高校生なんて、もう性欲の塊やからね、言っとくけどね。 ほんまに。待って、その頃なんて、もう死闘って死闘ってしょうがないみたいな感じやったんやけど、それを抑えるのが AV であり G やんけ。何言ってんのだから、いいそれでも走るやつは走るで。自分のことを止められへんやつ。万引きしたらあかんって分かってんのに止められへんおばさんと一緒やからね、それはね。おばさんに限らへんけど、それに関しては。それと一緒なんやから、あの、なんか、間違ってって、お前らの言ってること。フェミさんともよ、本当に。 被害者への二次加害禁止。被害者への二次加害禁止って何のこと言ってんのかなセカンドなんちゃらのこと言ってんのかなうーん。性犯罪の確実な受理と、それは厳しくなったんじゃないのな不,不同意成功やら同意成功やら。な今なんかさ、その件に関しては男も怖い怖いぞ。ラブホーまあ、ラブなんか盛り上がってさ、女のこと飲んでたとしてさ、うん、うわーラブホー行こっかーって言って行ってさ。 うん、でまあやることやってさで次の日さ修、うん、ラフになってさその女の子を「はっやってしまった」っつってなんか昔のドラマとかでようあるよねそういうの。はなんか男女がそなのなんか酔っ払ってさ「うえー!」で盛り上がってそのまま「うえー!」って家帰ってでそのままなんかそ次の瞬間ジャンプカットで朝のシーンになって「はっ!」んかお互い裸でさ布団で目覚めて「はっ!」って女の方が「やっちゃった」みたいな。 あったけどさ、それもさ、女の方がその気になったらさ、いわゆるあれや、<laughs> アイユーさんの得意技。イニシャルアイユーさんの得意技なぁ。<laughs> キキ <laughs> 女王ですねそう。アイユーさんの得意技とは何でしょう言ってみなさい。あの時は私の意思,じゃ意思じゃなかったんでしょ。 その時は私の意志じゃなかった攻撃な。うわ、来るんやで、それが。今それが認められる世の中になってしもたんやけど、それでもまだ文句があるんですが、軍事まさかさんよ。その、<laughs> その時はノリノリでやる気まんまやったくせにさ、後からさ、本当はやりたくなかったんですが、通用する世の中になってしもたんやぞ。怖すぎるわ男からしたら怖すぎて、落ち落ちセックスしてられへんわそれこそ少子化を加速するちゃうんか、逆に。 ほんまな、お前らな、なんか言うのはいいねんけどな、もうちょっとな、論理的に喋れ。論理的に喋れほんま、それこそ。ほん、論理的にものを考えてから、ほんで、矛盾をやめろほんで、なんか男の性欲を抑えねばならないって言った片っぽで少子化をなんとかしなければならないっていうのはな、やめろ 全然もう相反することな男の性欲を抑えたら少子化が改善するわけないのかそんなこともわからないのかだからフェミニストは頭がおかしいしそれに加担しているやつらも頭がおかしいんです以上です。はーい。